ワーカーたちの一件についてジルクニフ自らナザリックを訪れ俺に謝罪するという。だが彼は歴代皇帝の中でも最高と呼ばれる天才だ。おそらく自分の目でナザリックを探り、あわよくば俺を籠絡するといったところだ。まあ今回は客人として来るのだ、もてなしくらいはしている。第9話絶戦、何も気づかぬまま踊るがいい。